スタッフたちが行ってきた施術体験のその後をお見せします。まず最初はおくろ除去を体験した AP 中澤さん。施術していただいたのは KM 新宿クリニック増田先生。使用するのは炭酸ガスレーザー。炭酸ガスレーザーは人の皮膚に含まれている水分に反応します。レーザーを皮膚に当てると熱が生じ、それにより水分が蒸発、その時にほくろの細胞も一緒に吹き飛ばすという仕組み。この施術方法でコンプレックスだった眉間のほくろを2つ除去します。削りすぎちゃうと今度はへこんじゃうもんね。へこまないような、痛くないね。ちょっと触ってる感は若干あるかもしれない。2つのほくろを取るのにかかった時間はたったの3分。およそ1ヶ月後の結果がこちら。まだ少し赤みが残っていますが、それからさらに2週間経過した顔が、こちら。施術後およそ2ヶ月、1回の施術でここまで綺麗になくなりました。以前と比較するとご覧の通り、元のほくろがあった場所もほとんど分かりません。施術が終わってから1週間は産んだような感じになっていて、膿が出ていたんですけど、あ、今はもう全然傷の違和感はない。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談、毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。